台湾聖公会は台湾にあるキリスト教聖公会の台湾教区で、組織上は米国聖公会の第8管区に所属する。教会堂の他に大学、学校などの関連施設もある。マキア愛道台湾聖公会の歴史は比較的新しく第二次世界大戦後の1949年に国民党と一緒に中国大陸から渡ってきた。 中華聖公会に所属した人々によって開始された。1954年に、米国聖公会の援助のもと、教区として正式に設立され、主教も聖別された。戦前の日本聖公会による台湾聖公会については、下記、参考、旧台湾聖公会を参照。聖、日下、まだ同歴代の主教は、本昌人以外が選ばれてきたが、六代目の主教に、 本省人は初めて選ばれている。祈祷書は、中文、台湾聖公会祈祷書が作られている。また、海底共通聖書日課に基づいて、特、祷や聖書日課を集めた、加護聖公会周年祝文及び宣読へ、課、道、が発行されていて、そこでの聖書の旧約、詩編、新約、福音引用は、新評点和合本聖書が使われている。 台湾キリスト長老協会、中山キリスト教会は、王子の台北聖公会戦前日本が台湾を領有中、日本聖公会は台湾聖公会を作り、日本語で礼拝を行っている。主な教会は1945年の敗戦で、日本人がほぼ全員台湾から引き上げた時に、しばらくして、教会道は人手に渡り、その後台湾で大多数を占める台湾。 キリスト長老協会の教会堂になった。ありがとうございます。